こう見極めるワードとありますが、うん、そうなるな、だからね、こういったものが出てきたら、はい、ちょっと要注意ですよ。さあ出ました、はい、こんなような、はい、ディープステート、あ、よく聞きますね。 DS と略するのも多いですよね、うん、光の戦士、これ私聞いたことない。これは今テーマ大戦みたいですけど、もうだから今どっちかというと世界的にはね、どうなんでしょうね、プーチンは悪の、ね、帝王皇帝だというふうに言われてるじゃないですか、いやいや違うんだと、ね、要するにディープステートに操られている日本やアメリカ、ヨーロッパが操られていて、ね、そしてプーチンを、あれロシアを陥れようとしている、プーチン大統領側が光の戦士なんですか。そうだから、そういった、ディープステートに、ねまあ、戦っているプーチンは光の戦士だと、もう闇に対して光ね。あ、そういうこと、うん、そして国際金融資本、そのディープステートの、ね正体というのは、あるいはそのバックには、国際金融資本、あるいはユダヤ資本になるものがある。ジョージ・ソロスが、うん、最近はね、ジョージ・ソロスとか、ね、ビル・ゲイツとかになってるんだけども、そのかつては、あれですよ、ロックフェラーとかロスチャイド、あるいはネオコン、最近これ、うん、はあと反グローバリズム、ね、これが手がかりになるキーワードなんですね、あれグローバリズムも手がかりになるかな、あ、反でないコン、ですね、次は、光の戦士。これはね、ちょっとピンとこないですよ。ピンとこない。菅さんが言っている、ロシアのプーチンが、この光の戦士で、今、ディープステートと戦ってるんだと。だから、ディープステート、ね、戦ってるんだと。このウクライナ侵攻もそういうことなんだっていうのは、半分当たってて半分当たってないような気がするんですよね。だから、先に言いましたけど、ディープステートは一枚岩じゃないってことが、まず、そこを、この、おたけび G は考えてるので、そうすると、ちょっと、光の戦士が悪魔退治をやっているっていうのは違うのかなと。ただ、じゃ半分当たってるよっていうのは、これはまあロシアの今までの、歴史とかいろんなことを知ってる人は、まあわかると思うんですけど、ロシアの、例えば石油とか天然ガスのそういうまあ、大きな会社は、以前は民営化されていて、そこのほとんどはまあ超お金持ちの、まあウォール街とかシティとかあいつらが抑えてたんですね。で、それをいやダメでしょってことでプーチンが国営化にしてですね、ロシアの資源はロシアに落とせ、なんで外国に金取られてるんだと、まあ、そういうことで。まあ、それを、やっぱり恨んでる連中はいると思うんですよね。で、今回も、ああ、じゃこれでもう、ロシアが倒れて、プーチンが倒れたら、もう、その後はまた、民営化にして、ね、民主主義っていうもとで、民営化にして、それは俺たちがまた、権利取っちゃえばいいんだよね、いいんだよね、っていう考えてる連中はいると思うんですよ。それいると思うんです。ただ、それが、その、先に言った、ディープステートなのかとなれば、この、おたけび G の感覚で言うと、まあ、ディープステート、2ぐらいかもしれないですね。はい。はい。だから、そういうことだと思います。はい、そして次が国際金融資本。これを言っちゃったら陰謀論、陰謀説だと。いやでもですね、この世界のマネーをコントロールしてるのはこの方々ですよね、この連中ですよね。もうそれは明らかですよね。ね、でも何言ってんだお前は、おたけびG、やっぱりお前は陰謀論者かって言われても、いやだってさ、ちょっと分かりやすく言うとね、アメリカのドル、この世界の基準のお金になっているドル、このドルを生産するというか、すってすってすりまくる、作って作って作りまくる、それアメリカの国じゃないんだよ、民間なんだよ、民間の民間がそれやってるんですよ。おかしくないですか。そこを皆さん普通に常識的に考えて、え、ドルって民間事業者がやってんの。そうなんです。あ、そうなんです。はい、そうなんです。ってことはダメじゃん。そうなんです、そうなんです、ダメなんです。そこを考えてください。はい、そしてまあ、ネオコン。ネオコンって言っちゃったら陰謀論、陰謀説。いや、そんなこと言ったら、あなたは、須田さん、今までの戦争ビジネス、どういうふうに思うんですか？アメリカが、どんだけ戦争をして、どんだけお金を儲かって、どんだけ、軍産複合体が、利益出して。それはだって戦争だからしょうがないじゃん。いや、そしたらさ、イラク、大量破壊兵器がある。だから行くんだーって言ってて、ね、なんか女の子出してさ、もうひどいのひどいのひどいのってなんか出てきて、でもその人、その女の子全然イラクとか行ったことないって後でバレちゃって、それ全部嘘だってバレちゃって、そして結局のところ大量破壊兵器なんてなかったじゃん。イラクになかったよね。ってことはフェイク、そして戦争を起こして、そして儲かるシナリオ通りってことでしょ。ってことはこれは誰かが筋書き通りにしないとそういうことは起きないわけで、ってことはネオコンっていうのが存在するっていうのは普通に考えてあるあるですよ。だから嘘でもなんでもない、陰謀論とか陰謀説とかでもない、事実なんです。それなんでああいう風に陰謀論、ネオコンって言ったら陰謀論陰謀説だって思えって
何を根拠に言えるんですかね。はい、そして最後に反グローバルリズム、まあある意味グローバルリズムっていうワードを使うと、これも陰謀論、陰謀説だと。じゃあさ、あのグレートリセットって何よ、それ説明しとかなきゃね。でそれも陰謀論、陰謀説。日本の岸田総理言ったよね、あのグレートリセットって自分の口から言っちゃったよね、ダボス会議でさ。知ってる？グローバルリズムがないなんて言えんのかね。グレートリセットとかニューワールドオーダーとか、そしてグローバルリズムとか言っちゃったら陰謀論、陰謀説なの？じゃあなんで岸田さんはグレートリセットって言葉を使ったの？なんでダボス会議で毎回そういうような話が出んの？それ全部陰謀論、陰謀説なの？違うでしょ？実際に今世界でそういう人たちが口に出してること、それを庶民にみんなに分かりやすく伝えるのがグローバルリズム、グローバル社会、反グローバルリズムっていろんなワードが出てくるんじゃないんですか。はあ、もうね、虎ノ門ニュースでこんな感じでなんか陰謀論、陰謀説のワードはこれだ、もっとマシなのが出てくるのかなと思ったらこんな感じで、だから終わっちゃったねって思ったわけ。はい、ということで、まあ長々と話しちゃいましたけど、まあ、とにかくですね、この、まあ、ディープステート、光の戦士、国際金融資本、ネオコン、反グローバルリズム、まあ、この中に光の戦士っていうのは、ちょっとまあ、ってクエスチョン。だけど、ディープステート、それから国際金融資本、ネオコン、それから反グローバルリズム、まあ、グローバルリズム。このワードは、決して、陰謀論、陰謀説ではございません。言えることは、陰謀です。陰謀です。そして、この今言ったワードに、ああやっぱりって思ってしまう人たちの中に大きく2つ分かれると思います。1つはもうダメだ、もう世界は終わっちゃう、もうダメだ、もうダメだダメだ、だから光の戦士ってなっちゃう。そしてもう一方ではこのおたけび G のように、いや光の戦士はちょっとなーと思えばですね、もう少し冷静に見れる、もっと分かりやすく言うと、そうコロコロちゃん言ってんのかな、言ってコロコロちゃん、コロコロちゃんで例えばおちゅうおちゅうを打ったらもう2年以内にみんな死んでしまうんだ、だからやばいぞ、これはもう人口削減でもみんな死んじゃうんだっていうのがこの光の戦士っていうのを言うタイプですね。そしてこのおたけび G はどうかというと、いや体に悪いっていうのはもう 100%、 はい間違いない、はい、あんなの打ったっていいことないでは分かってるんで、ダメダメダメ、ただ打った人が2年以内みんな死んじゃうよっていうのは、いやそれはもうちょっと冷静に見た方がいいんじゃないのって、そういう感じです。はい、ということで、まあ、こんな感じで終わります。長く喋ってしまいました。でもですね、まあ、虎ノ門ニュース、まあ、最後にあこれ言っていいのかな、まあいいか、このおたけび G のチャンネルでは、ウクライナの今回の問題で、表に出てこない動画とか写真とか、あと真実を伝えるジャーナリストとか、そういう方々を、まあ、紹介してるような感じなんで、あえて言わせてもらえば、虎ノ門ニュースに出てくる謎のレンコン、ナザレンコ、はい、ナザレンコさん、ね、出てきて、ウクライナ、ウクライナと、ね、ロシアはダメだ、ね、ウクライナ素晴らしい国だ、ね、すごいウクライナをアピールして、そして、まあ、なんですか、アゾフ、そんなのいるわけないと、昔はいたんだ、いた、昔はいたかもしれない、だけど今はもう、政府に、ね、直結っていうか、政府に統括されてる、部隊なので、そんなネオナチだとか悪いことなんかするわけないよって、彼は言ってるんですよ。でこの間、虎ノ門ニュースに、なんかその、アゾフ大隊の、まあ、今は連隊って言うんですけど、アゾフ連隊の、なんかメンバーも、なんか、なんですか、リモートで出演して、いろいろ話してましたけど、まあ、あれ見たときにですね、なんかこれももう、偏った報道に、虎ノ門ニュースが加担してると。いや、それだったらね、ロシアの言い分もあるんだから、ロシア人も出せよって感じですよね。その、ナザレンコの問い面にさ、ロシア人の、いや違うだろうと、ウクライナが今までやってきたこと、いや今もやってることはこうだろうというようなことを言えばいいじゃない、出せばいいじゃない。それをね、片方だけあんな風に出したらね、それは洗脳されるわね。いやもちろんロシアがやったことは事実だからあれだけどさ、ウクライナには表に出てこないやばいことってあると思いますよ。みんななんでウクライナ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 ナザレンコ、謎のレンコンってなっちゃうんだろうね。なんか最後嫌われちゃった。
かな、変なこと言っちゃったかな。